あら。なんかいつもと違うぜ。やった、よし、さあ行くわよ。アイスメイク、アイスブリンガー。マジか。全然見つからない。フロシュ、お前が探している幻のカエルはこの辺りにいるんだよな。うん、この地図に書いてあった、この辺り。確かにマグノリアの南側。いや違う、フロシュ、地図が逆さまだ。道理で見つからないわけだ。ふむさま、しょうがない。ここで少し休憩したらまた探しに行こう。
なあ。うん、よし。はいさ。うん、頑張ってね。どこ行こうかな。ここにしましょう。降りかかる火の粉を払うのみ。抜かぬ太刀の形。決戦。カリュウの夜明け。行きます。プレイ様、届け愛の翼。プレイ様、ラブ。よし、守るよ。守る、守る、守るぞ。行きます。キャッ、クレー様勝ちましたよ。よし、そうだ、
よし。よし。やった。降りかかる火の粉を払うのみ。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。帰ってきたな。調子いいみたいだね。やるじゃないの。待つ。なあ。買いすぎてしまってな。クローゼットに収まりきらなくなってしまった。それで古い服を処分しようと思ったのだが、気に入ってたのを捨てるのも忍びなく。それならギルドの女の子にいらないか聞いてみたら。なるほど、その手があったか。いらねー、ちょっとこっち手伝って。はい、じゃあまた後でね、エルザ。ああ。
て、みんなに聞いてみることにしよう。ということのようでして、早急に討伐に向かわなくては住民に危害が及ぶ可能性も。なるほど。じゃあうちのリクエストボードにも貼り出しておきますね。おや、いつやじゃないか。なぜここにいる？フェアリーテイルに何か用なのか？これはこれはエルザさん。クックン、今日もいいパルファムだ。やめろ、匂いを嗅ぐな。そうだ、エルザに頼んでみるのはどうでしょう。おお、それはいい。エルザさんが協力してくれるなら、これほど頼もしいことはない。どういうことだ、話が見えないの？詳しくはイチヤさんからどうぞ。ええ、お任せを。ではまず、お話の前に再会を祝して一杯。遠慮しておく。早く本題に入ってくれ。それでは、まずはこの依頼書を見ていただきたい。モンスター討伐の依頼か。特段おかしな部分はないようだな。これはもともとモンスターの生息地が我がブルーペガサスの本拠地近くだったこともあり、こちらへ回ってきたものなのだが、最近ターゲットが生息地をこのマグノリア近郊の森に移したようなのだ。なるほど。それでうちのギルドに応援を頼みに来たわけか。ズバリそういうことだ。フェアリーテールの魔導士なら土地勘もあると思ってね。わかった。ならば断る理由はないが、それはつまりお前と協力して討伐に当たるということか。誠心誠意エルザさんをお守りしよう。今宵は私があなたのためのナイトだ。ああ、よろしく頼む。
エルザ。やあ。何？うん。そうか。ルーシー。うん。なるほど。
へえ、そうだな。え？あ。ないな。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よし、さあ行くわよ。ルーシーキリック。さて、アイスメイクカンバー。さて、安い賭けをしたな。よっと。Yes! なんか強そう。
開き、あまねく全ての場所地その輝きをもって我に姿を示せ。テトラデブラスは我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世グラノメトリア。さて、アイスメイクコールドエクスタイバーフォトンスライド。さて、ものからかかってこい。行くぞ。行くぞ。天輪の鎧。アクレストード。アイスマグマス。アイスブリンガー。抜かぬ価値の方。なかなかやるでしょ。アイスメイクカンバー。
フグ大転、行きます。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は帰ってきたな。ん？これを俺に？ローグ、それフローが探してたカエル。なんだって？これがそうなのか。そうだな、スティングに相談してみるか。フロシュ、自分でちゃんと世話するんだぞ。うん、フロー世話する。頑張ってこの子を一人前の大人に育てる。いや、カエルだからもう大人。いや、そうだな、真面目に世話をすればきっと立派なカエルに育つぞ。この子もセーバーの一員になれる？ああ、なれるさ。さあ、帰ってみんなに報告だ。みんなの反応が楽しみだな。クロム様。はあ。あら、ルーシー。どうしたの？大きなため息ついちゃって。ミラさん、今さら大魔党演武のことを思い出してたんですけど、私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって。相手も悪かったし。でも私悔しくって。まあまあ、落ち込んでないで気分転換にお仕事でも行ってきたら。ほら、この依頼なんかいいんじゃない？そうします。頑張ってきてね。あー、くそ、どうしたもんかな。どうしたの？何か悩み事？ルーシー、あ、そういや、お前週刊操作だって雑誌知ってるよな。もちろん、いつも読んでるよ。それがどうかしたの？そこで俺の特集を組みたいらしくて、取材の話が来てよ。復活、氷のイケメン魔導士って題名らしいんだが。うわー、すごいじゃない。そういえばグレイ、よくシューソラのイケメン魔導士ランキングにも入ってるもんね。いや、正直柄じゃねえっつうか、断ろうかと思ってるんだが。もったいない。ただ向こうさんから誰か代わりを探してくれないかって泣き疲れてよ。どうしたもんかと。じゃあ私が立候補しちゃおうかな。いや、お前はダメだ。なんでよ。復活、イケメンの2つは抑えてほしいらしい。復活はつまりうちのギルドの誰かってことだ。じゃあうちのギルドのイケメン、誰かいねえかな。
慈悲。どこに行こうか。ここに行くぞ。そうだ。慈悲。覚悟はできてんだろうな。よっしゃ、行っちゃ行くか。守るよ。守る。
交流点だ。ものからかかってこい。もう
おお。よし。帰ってきたな。調子いいじゃない。よく頑張りましたね。